はい、皆さんこんにちは、ワンダルグリビシです。では今回はパワープロ2020栄冠9に続きをやっていきたいと思います。で、実はですね、あの後秋の大会、さらに夏の大会と全て敗退してしまいまして、見せ場がほとんどありませんでしたので、スキップさせていただいて新1年生を迎えた秋の大会からですね、プレーの方していきます。まず笹岡なんですけども、ご覧のようにここまで成長してます。2年生の秋、スタミナ B、 球速147キロ、フォークは変化量4です。で、転生 OB で高津がね、入ってきてくれてます。で、高津、1年生ながらこの能力になってまして、キレ丸、リリース丸、根性丸というところです。で、今は変化球、シンカー、高速シンカー、あとスローカーブ、このあたりをね、少し伸ばしていこうかなというふうに思っています。あと元橋もね、フォーク、変化量4あって、なかなかね、キレのあるボールを投げてくれそうです。で、スターティングラインナップ、1番丸岡なんですが、走力83、盗塁を B まで上げました。これで盗塁をね、バシバシ決めてもらいたいなというふうに思っています。で、期待の1年生大型スラッガー神戸、パワーヒッター丸持ってます。で、下川、パワーヒッター持ってます。これも1年生ですね。で、清宮なんですが、パワーをね、66まで上げてきてるので、もうすぐ B に到達するというところになってきてます。4番です。で、上山、広角打法持ち、2塁は石垣です。まあ、これは守備でね、しっかり貢献してもらおうと思っています。で、農場、彼は遊撃手として今回は出場してもらっています。そして1年生ながら正捕手務めるのが宮城、肩は D です。下位打線がね、6、7、8と少し弱いんですが、上位打線1番から5番までで点を取っていくという打線です。で、代打で牧田、福留、桑野と、この福留なんですけども、転生 OB でも何でもない、ただの福留です。では、これでまずは1回戦勝っていきましょう。組み合わせ抽選が悪くてですね、強豪校と当たってしまって、連続でね、負けてしまっているので、今回はそういう意味で言うと強豪校ではない、前評判 E の高校なんで、しっかりね、勝ってチームに自信をつけていければいいかなというふうに思ってます。では、時間を進めていきましょう。石垣の逆転ツーランホームラン、1点先制されてたんですが、ここで逆転できたのが大きいですね。そして足の速い丸岡、ここは試合を決めに行きましょう。地方球場の魔物、これは鬼の強さですからね、当てれば何かが起きる。ただちょっと丸岡のところで稼ぎたかったっていうのがあるので、点が入んなかったのがね、もったいないですね。ここは点を取りに行きましょう。神野は合格打法持ち、これは点が入らなかったか、点がね、惜しかったですね。では8対1と大量リードに変わりましたので、ここで投手を高津に変えていきましょう。高津もね、投げさせて経験を積ませていきたいと思います。まあ、高津はやっぱり変化球中心ですね。まあ、シンカーとカーブ、シンカーは2種類持ってますからね。これで1回戦突破というふうになれば、久しぶりの2回戦目出場ということになるので、ね、しっかりやっていきましょう。バッティングを、バッターは1年生望月。はい、ゲームの方はこのまま8対1で勝利です。やっぱね、丸岡くん、セーフティーバントとかも決めてくれて、足が A あるとだいぶ違いますね。チャンスがあれば丸岡くんにはどうだろうな、内野安打とかつけたいですね。まあ、試合がやっぱり一番成長しますね、全体的にね。では頑張っていきましょう。では2回戦目になります。秋の県大会です。1回裏の攻撃、まあ、先制点取ってくれてますね。ワンアウトランナー3塁1塁、ここはスクイズを決めていきましょう。追加点が欲しい場面なので、
さあ、ピンチの場面なんですけども、打たせて取れでまた6番がついてるので、これで打たせて取るで3アウト。ノーアウトランナー2塁1塁のピンチをしのぎました。8回の裏、3対1、2点リードの場面なんですが、ここはもう確実に追加点を取りに、スクイーズを決めに行きましょう。ちょっと浮いたけど、大丈夫だね。実はさっき、笹岡でも同じような場面があって、笹岡がボールを浮かしてしまって、ゲッツーを取られてしまうっていう場面があったんで、まあ、そういうことがなかっただけでも、今回ね、追加点取れてよかったと思います。では2点リードの場面で9回の表ですね。この回、頭から中津で行きましょう。2点なんでね、安心できるセーフティーリードではないんですけども、高津にもこういう際どい場面で経験を積んでもらいましょう。はい、これで高津にセーブがついて2回戦突破。2回戦突破するのむちゃくちゃ久しぶりですね。はい、地区大会出場決定ですね。まあ、いわゆる関東大会ですね。これで優秀な成績を収めれば春の甲子園に出れるという内容です。その前に練習試合ですね、強豪校、いすみ高校との試合になります。この強豪校に勝って、弾みをつけたい、地区大会の。はい、強豪校相手に7回の表、下山がスリーランを打ってくれてですね、3対1と2点リードの場面なんですが、笹岡ね、打たせて取れでも、緩急重視でも6が出てますね。さすがだな。まあ、ここまで。すごく期待を込めて育ててきた笹岡なんで、しっかりとね、この強豪校相手でもいいピッチングをしてくれてるんですよ。このまま強豪校に勝てたらね、一気にチームの評価も上がってくるんじゃないかなというふうに思っています。高津に変わった8回の表です。ゲッツー取れるか。守備はね、あんまり鍛えてないので、今みたいなボールがさばけるようになると、真の意味の、まあ、強豪校ということにもなってくるかなと思うんですけどね。これ、ボテボテの当たりです。ワンアウトランナーが三塁一塁。このままなんとかね、0点で収めたいので、まあ、最低でも1失点。まあ、つまり長打は絶対に打たれたくない場面ですね。犠牲フライかな。二塁ランナーも三塁に進んで、ツーアウトランナーが三塁。点差は1点。1点を守りきるには、定位置変化球中心、内角中心でいきましょう。よし、これセカンドさばけるね。そういえばね、GoTo キャンペーンが始まるとか始まらないとかって話になってますけど、どうなんでしょうね。確実に感染者数、コロナウイルスの感染者数がね、増えてきちゃってる状況で、GoTo キャンペーンをやって、果たして、大丈夫なのかっていうね、心配はありますけどね。まあ、簡単に言えばいろんなところに出かけましょうっていうね、一言で言うと。まあ、そういうキャンペーン。おっと、持ってかれた。同点のホームランですね。これ、せめて同点で終えておけば、負けがない試合になりますからね。連打を浴びてますが、ここはこの次の打者で切りましょう。2番。まずは伝令を送ります。さらに連続で送る。さあ、これだ。これで低め中心の変化球でいきます。よし、大丈夫だね。これで負けはなくなります。東京中心で感染者数増えてますからね、すごく。その中で、行ってしまって本当に大丈夫なのっていうのがありますけどね。東京だけじゃなくて日本全国でコロナウイルスが広がっちゃうんじゃないのっていう懸念がちょっとありますけど、これは大きい当たりだ。どうだ、入るか。フェンスダイレクト。足が遅いんで、今ので二塁に行ってくれるとね、すごく戦術の幅が広がるんですけどね。まあ、もう年内のね、ゲッツーだな。年内の対行きはもうないかなって感じですね。強豪校相手に、まあ、同点、引き分けと
という結果です。で、昨日なんですが、下川がスリーランホームランを打ってくれている。これがまあある意味で言うと唯一の得点で、まあ、強豪校のがやっぱり1枚も2枚も実力は上かなっていう感じですね、スコアを見ても。はい、では地区大会1回戦、強豪校との戦いになります。スターティングラインナップは同じですね。笹岡のね、ちょっとやる気がないのが気になりますね。やる気がないまま強豪校と戦えるのか笹岡と言いたいところなんですけども、まあ、まずはね、先制点を取っていきましょう。ワンアウトランナーが一塁で下川ですね。下川は前回強豪校相手に唯一ホームランでスリーランを放ってくれて、点を挙げてくれてますね。まあ、まずはセンター返し普通に行きましょう。やっぱりなんか長打が期待できそうな振りはしてるね。これもツーベースになるぞ。足が遅いな。ただワンアウトランナー三塁一塁、1点先制点を挙げてくれてます。で、下川、ここは引っ張っていきましょう。ランナーなし、ツーアウトランナーなしの場面なので、もう自由にね振ってもらいます。気持ちよくバットを振ってもらう。続いて守備機会になります。ワンアウトランナーが二塁、低め中心でいきましょう。まあ、笹岡はですね、コントロールが C、スタミナが B まで上げてあります。なので、まあ、ある程度長い回安定して投げてもらえるようにはなってきてるかなと思うので、まあ、笹岡で8回9回投げ切れれば一番ねいいかなと思うんですけども、7回ぐらいで降板したとしてもですね、後半には高津がいるので、まあ、高津とね、笹岡の2枚看板で勝負できればいいかなというふうに思います。これでワンアウト、ランナーはありません。ここはスクイズで点を取りに行きましょう。よし。さらにエラーを誘ってワンアウトランナーが二塁一塁。下位打線なんでね、ちょっと期待ができる場面ではないんですけども、もう1点取って置ければね安心できるかなと思うので点を取りに行きます。これはピッチャーライナー。笹岡を変えるには少し早いですね。ここはフリーバッティングでいきましょう。はい、7回の裏、ワンアウトランナー3塁、3塁には足の速い丸岡君を置いています。下川、ここスクイズでいきましょう。これで4点リード。ここまでリードが広がるとね、だいぶ安心感ありますね。農場くんはどうなんだろうね。打率が6分3厘っていう絶望的な数字ですけど、ホームランを1本打ってくれてるんだな。で、宮城くんですね。宮城くんは1年生ながら正捕手になっている強肩の捕手です。まあ、バッティングとかはね、これからかなというところなんですけど、まあ、強肩を買っているというところです。では笹岡から変えていきます。高津に変えましょう。笹岡から高津の豪華リレーなんでね、これはこのまま完封リレーというのを期待しましょう。では高津からさらにピッチャー変えていきます。本橋君に変えましょう。ピッチャーはね、できるだけ投球機会を上げたいので、9回はちょこちょこ変えていきます。まあ、点差があるときはですね、点差がないときはね、そんなこと言っていられないので、ガチで勝負しに行かなきゃいけないっていう場面もあるんですけど、まあ、3点4点とリードがあるときは、ピッチャーがね出せるようであれば交代をしながら進めていきます。清宮がホームラン打ってくれてるんだな。まずは1回戦勝利。では2回戦に入りましょう。では地区大会の、次戦になります。ここで勝てば甲子園出場がね、ぐっと近づいていきますね。1回の表の攻撃、5番上山、上山どっちだろう。ここは先制点欲しいな。転がせか、いやここは強振で引っ張っていこう。上山はねパワーもミートも CC あります。まあ、ただここは凡退です。1点ずつ取り合った4回の表、ワンアウトランナーなし。ここは転がしておくか流し打ちにするか。
共振のミートにしよう。共振のミートじゃない。共振の流し打ち。これでツーアウト、ランナーありません。地方球場でね、ちょっと、球場が大きくなってるんで、ホームランは難しいかもしれないですね。ドンピシャで入らないと。で、2点ビハインドです。ノーアウトランナー2塁1塁。流し打ちに7がついている。ラッキーボーイも使って、これを確実に使いましょう。うわー、それでこれかー。それでこれかいーって感じだったな。この回点取らないと厳しいよね。これも同じようなところだな。で、農場くんか。ちょっと点が取れないかもしれないな。欲しかったですけどね、追加点が。残念。次のチャンスに期待します。持ってかれた。高津がツーラン浴びましたね。いやー、これはもうしょうがないですね。さあ、点差が4点となってます。まあ、8回裏なんで、あと残す9回の表の攻撃なんですけども、まあ、この9回の表の攻撃でね、望みをつなぐためにもこの回は0点でしのぎましょう。持ち前の熱血が力を、そう簡単には甲子園には行かせてくれないかな。これは三塁立ち上げですね。一塁はセーフ。まあ、4点を取るにはやっぱりね、ランナーを貯めて長打である程度点を取っていくっていうことになると思うので、次の打順がね、何番からかですよね。5番か。まあ、まずはランナーとして出てもらいましょう。三振が一番嫌なのでミード中心でいきます。どうだ、切れる。よし、これはライト前ヒット。綺麗な当たりですね。下位打線あんまり自信がないんですけど、石垣くんはここまで4割5分。1ホーマー3打点。センター方向中心に。ゲッツーがね、一番怖いですからね、この場面。ゲッツーになるぞ。一番怖いと言っていたゲッツーになっちゃった。そうか、ここで終わりたくなかったな。ここで終わると甲子園出場できるかどうかちょっと微妙ですね。多分しかもできない方に微妙。残念。まあ、チームとしてはね、県大会勝ち抜いて地区大会まで進めたというのはあるので、まあ、もう一踏ん張りっていうところでしたかね。はい。では、今回はね、ここまでにさせていただいてですね、次回、この続きをプレイしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。